どうも、赤星ですよ。赤星真司です。TV! はい。はい。はい。あれしさあ、来ました。うん、藤丸の西新井大師店でございます。はい、久々に行きましたね。2年ぶりかな。はい。行っちゃいました。うん、さあ、行きましょう。こちらです。大師線の大師前駅ということで、うん、ただ僕ね、大師線って一回も使ったことないんですよ。これまで。じゃあどうやって行ってたんですか？川口からチャリで行ってました、いつも。はい、割と行けます、ね、はいはい、前のネタ合わせ場所に近かったで、マサさんというね、自家製麺ナンバーイレブンの店長さんが独立してから僕は初めてです。なるほど、はい、リニューアルもちょっとしたんでね、カウンターところね、うん、さあ、そんな綺麗になった、西新井大師さん、西新井大師さんではないですね、西新井大師さん、指名に指名にさん付け、まあ、藤丸ラーメン、豚増しラーメンとありますが、はい、ですね、これよーく見てください。これまでなかったメニュー、そう、8月の平日の昼間だけ混ぜそばをやるってことで、謙虚な主張でここにね、あります。さあ、早速頼んでみました、こちら。これ混ぜそばなんですね。まあね、野菜を増して、それからニンニクも多めにしてるんですが、混ぜそばはですね、ラーメンか豚増しラーメンまず買うんです、そしたら食券渡すときにこれ混ぜそばにしてください、なるほど、って言うだけです、値段が同じということで、はい、そして松山にはですね、こういったネギが入るんですね、それから角切り豚が入って、あとマヨネーズとコールが出てます、はい、マヨコールが出てますね。で、豚カス油、これ安定の別皿で、ニンニク多めっていうとね、器の中にも別皿油にも、別皿多い、ねね、でも入るという、これは来ましたよ、これが混ぜそば。さあ、食べていきますよ、ね、やりです。じゃあ豚増しということで、まずは豚からいきますけども、ね、藤丸っちゃまずはこの暴力豚ですね、さあ、ドメスティックな味がしますね。でね、国産豚麺っていう名前だったんですけど、はい、前、これがちょっと国産豚ではなくなってしまったのかな、もしかしたら国産がない時もあるよということなんですが、変わらず破壊力があります。はい、で、前より醤油の染み込み、マイルドになってしょっぱすぎない、ね、食べやすくなったっていうのもちょっといいとこですね。マイルドだ。そうなんです。そして野菜は、変わらずクタ野菜、まあ、西新井はね、このクタ野菜が、前表現したスライム野菜ということで表現させていただきましたが、ね、ちょい野菜でも結構入るので、まあ、野菜増し買わなくてもいいかなという人はちょいでも。相変わらずスライムでした。あのね、やや硬になってたかな。あ、本当にスライムより原型とず、まあ、前は本当にもうバブルスライムぐらいだったんで、あ、じゃあやっとスライムになってた。はい、スライムに戻りました。はい、で、豚カス油ね、油量めっちゃあるんで、本当に油が欲しい人だけ買った方がいい。なるほど。はい、あ、そして麺はもうこれ使っちゃいます、このままね、350g 半分だったらこれだってありますが、大盛りにするとなんと増えます。増えます。いや、まあ、わかりませんが、バキバキあー、麺どこ行くねんって感じですけども、固め申告しましたんで今回ね、生茹でに近い麺ですけど大丈夫ですかって注意が来るんですね、ただ僕はそれを求めてたんで、OK って言うと、このバキバキで、バキバキやばいですよ、ほぼ大じゃんみたいな。なるほど、イメージとしては、はい、なので大樹さん食べてみたいなみたいな、あの、考えたらこれ見てますんで、藤丸さんの固めもぜひ食べてみてください。ではいきますよ、ゴーンニンニクですね、これ汁ほとんどないんで、麺とニンニクをあえて食べてる感がある。珍しい食事が、これうまいっすよ、癖になるうまさ、あ、そう、試してみてください、はい、混ぜそばのいいとこですね。なるほど、辛ニンニクなんで、夏だから刺激のあるもん欲しいと思ったらこれですわ、はい、そんな感じでセサミンをね、取っていきますね、ごまが設置してあるところはやっぱりレアですよ、ちょっと一応系としては、あんまないっすね、はい、飲んでいきます。あ、スープもありますね、ビューカをね、てます。もう混ぜそばというのね、まあ、まあスープはあります。スープある、あるあるね、飲み口マイルドなんですが、後ろからググッと旨味成分に襲われるんでね、カウンター気味に食べていきましょう、ね、さあ、そして返し、あ、しょっぱレベルが、あらま、こんな濃かったかなぐらいの勢いですね、5です、5です。にしてはかけるね、違いますか、はい、次元ショップです。あ、そんなに好きです。はい、控えめな好きで好きです、はい、天から応援するタイプの好きですね、これね、マヨはね、
味変の威力超強いんで最初から入れない方がいい。なるほど。という意味で、うん、これボトルにしてくれたんじゃないかな。あーなるほど。いきなりあのお店側で入れちゃうとやっぱ混ざっちゃうのね。コールもできるし置いてもあるけど、あコールするとボトルが、なるほどね、もらえるか。そうで、こんなねもうトリプル A 返しとマヨネーズあったら、うん、醤油マヨ麺でうまい。最高だね。ねえ、うん、あートリプル A が出ちゃいましたが、ここで、うん、見てください、やばっ。ここまで食べてこのステーキね。だが、うん、この危機迫る瞬間がもうたまらないんですね。スリル味わってる。そうなんです。このね食えるか食えないかぐらいギリギリのところをね味わうんですね。まあちょっとね皆さんはおすすめしないですけど、これはこの食べ方は朦朧としながらネギと一緒に握った。もう一個ありましたね。ただ生と死の狭間でこそ生の実感が得られるということでね、そのね、ロシアとかのめっちゃ高いところに登る YouTuber いや、だけどやっちゃダメですよね。ごちそうさまでしたということですね。さあ、もうほぼ95円の 90.91.91.6 数字に弱い赤星がちょっと、あっと今回はパンチング猫をお届けしてますね。どちらも右フックがね入ってますが、いやボクシングのねやっぱ試合見ましたから、オリンピックが続きますね。すぐね影響されるからこうやってね。はい、藤丸さんも行ってまいりましたが、はい、ちょっとね、うん、僕はね、うん、言いたいことがありまして、なんかね、うん、金曜日の24時過ぎから、うん、日テレさんでですね、うん、マシマシ TV という番組が始まるらしいんですね。マジでと思って、あれついに俺いつの間にか出演決まってたんかなと思ったら、情報番組で情報マシマシの TV らしいです、はい、なんで今後マシマシ TV 検索すると、うん、もうこちらは埋もれていきますんで、ちょっともう訴訟しましょう。訴訟日テレさんに、いやちょっとふっと後藤さんとかが、マシマシ TV、ボロ負けだと思いますけども、なんでマシマシにしたんだろうね。あやっぱり好きなのかな。あプロデューサーさんがもしかしたら、じゃあ出てこないよね。うん、なかなかマシマシ TV って思いつかない、うん、あ自分でなんか4年前に思いついた感じだった。いや思いついたっていうか別にマシマシってことはもともとあるから、まああるからね、思いついてないのよどっちも。だからまあでいつかちょっとコラボを、コラボコラボコラボちょっとわかんないな、なんて言えばいいんだろう、コラボ、コラボ。だからそのちょっとね僕も見ますけど、あ上がった時にはもう見た終わった状態かもしれない、ね、あそうなんだ。8月6日の24時40分だから、7日の0時過ぎからだから、うん、あもう上がっちゃってるか。あなるほどね、どうだったでしょうか皆さんねえ、ということでね、皆さんもね混ぜそばですね。あ混ぜそばですね、ぜひこの機会逃さないで平日昼間そう、うん、行ってください。こんばんは。